来ました。うんちは、うんち、あれからしてないんです。まだしてない、うん、体重測りますね。あ、そっか、あれからって昨日じゃないの、一昨日ですね。一昨日で、食べる方は、食べる方はまだ少ない。午前中食べなくて、夜元気に食べて、朝も食べた。あ、昨日の夜から食べ出します。だから、あのサンプルのフードは食べます。あれは食べないです。若干食べて、で、ロイヤルカナン、はい、あ、もともとのね、うん、はいはい、ただ、あの量は、あの半分ぐらい、まだ半分ぐらい、でも、元気元気で出ましたね。てか吐くこともないんですよね。うん、吐くこともない。吐き気のないですか。ないです。はい、元気は上がってきた。おしっこしてますよね。おしっこは散歩に行った時にしてます。はい、わかりました。じゃあまだ食用があるのはまだ半分なのね。了解です。いや、でも朝もう足りないくらい。あ、本当に。あ、じゃあだんだんに増やしてくださいね。普通の量にしてください。それか2回に分けてやるとかね、うん、あのいつも朝の分何グラム上げてらっしゃるのかな。60ぐらい、ね、60ぐらいと30やって全部食べきったらまたちょっと30分ぐらい置いてからまた30やるとかね。それでやってくださいね。そうか、そのうんちがだから食べてなかったから死んだりまあでも本当にひどいとさ、食べてなくてもどん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 下痢が出てきちゃいますよね、あのひどい腸炎になっちゃうと。あ、いいよ、お利口でした。まあじゃあ本当急性の胃腸炎というか、何かが原因で。でも大会はこの季節は食べ物が原因だ。なんか怖いね、怒らないで。見えないなそれだと。はい、いいや。じゃあ今日もちょっと治療を今からします。で、それと例の薬。のはいはいはい、それも出しておきましょうかね。いいうんちが出てからやってくださいね。あの、その飲みとか頑張れ、頑張れ。顔こっち向けてめっちゃ怒るんだ。いやだね、大丈夫、まだいた。嫌なんだよね。